Hey yo! ケンツメッシュです。最近もね、くらってくるんですけども、近々ですね、新カードの情報だったりとか、アップデートね、情報が出たりといったところが、まあ、ね、予告されてるんですけども、ちょうどですね、まあ、1年前の今頃ですね、にチャンピオンとか、あとは、タワーレベル、ユニットレベル、14レベル解禁か、っていうの懐かしいっすね。いろいろありましたね、1年間で。といったところで、そっからね、1年経った今なんですが、今日ですね、まあ、クラロワ開いて、みんななんか出てきませんでした。おそらく、こういうものがね、出てきたと思うんですけども、パズルロワイヤルっつってね、まあ、ピースが、一定時間経つと、なんか順番にいろんなピースが出てきて、まあ、要はこのハッシュタグでみんなで揃えようぜっていう、やつだったんですけど、先ほどね、完成した絵が、回っていたので、共有しようと思います。こちらです。はい、ということで、スタッツロイヤルっていうね、サイトの、方が、うまくね、そのピースを繋ぎ合わせて絵にしたといったところでございます。まあ、これは、はい、最初俺、蒙古タンメンの面かなと思ったんですけど、これ。似てるよね。このなんかちょっと太麺というか、まあまあ、そんなこと置いといて、卵です。はい。これは鳥の巣の上に、卵が乗ってるといったところで、まあ、この卵とね、右下に落ちてる羽。こっから考察するに、これは何でしょうねっていう話ですよね、おそらく。ただね、ツメシの着眼点は違くて、こうアップするとね、ここにウルトラマンがいるんですよ、マジで。こいつ。ね、ウルトラマンかなと思ったら、この街灯っていうね、まあ、オチなんですけど、この橋から飛び降りたいかもしれないですね。ということで、まあこれが何なのかっていうのでね、今議論されてるというか、いったところですね。まあなんか俺がこう言うと、なんかね、あれがあれしたあれすることもあるんで、まあぜひね、コメント欄とかで皆さんの、ね、意見とかを教えてください。ちゅうことで、クラロワやっていきましょうか。あれがね、復活してんだよ、これ。身が入ってたやつのロイフグデッキだね。これがですね、ギャング入りで暴れたけど。で、俺ね、クラルはさ、そのシーズンごとの禁止コンボみたいななんかあっていいのかなと思うんだよね。どういうことかっていうと、例えば、エリポンとミラーはいけちゃダメとか。それで言うと、トリトンザッピーマザニク強すぎ問題みたいなのがあって、まあまあね、ピン刺しで言うわけじゃないんだけどね。そう、なんかそういうのがあっても面白いんじゃないかなっていう一個の案ですね。はい。まあ、ないでしょうけど。禁止コンボみたいなね。だって、それって、なんか、かわいそうじゃん。うわー、ジャイスキャラかこれ。やべ、マザネク切っちゃったよ。どうしよう。マザネク切っちゃった。あ、でも、回せばいいや。あー、なるほど、そっちですね。だな、これは。どうしよう。どうしよう。いや、これどうしよう。これ、ゴブジェイから取っ、あ、それ熱い。熱っ。危な。ちょ、待って、今さ。どうしようってなんなかった。なんで逆サイにロイフグ飛ばせなかったかっていうと、ガゴムレ怖すぎてって話だったんだけど、これはもう全固めマシマシ二郎系オールウェイズ攻めていきましょう。これね、結構オールウェイズいい感じの、やっぱね、満足いく点出してくれるんで、この攻めは気持ちいい。マジでよかった、あのスパーキーにくっちゃくちゃにされなくて。マジで、いや、あれ待って、どうするべきだったんだろう。いや、あれ、トリトンが引っ張ったし、相手のザップで延命できなかったからよかったけど、普通にやばかった、今のは。いや、これ、キョスケで受けてからですね。で、レイジなんで相手が、マザネクで頑張ってから行きましょう。はい。で、ザップも使いつつ、
見てください、これなんとタワーに入ってないんですよ。まあ俺ぐらいになるとね、やっぱそういうのも分かってくるというか、あとはこいつは引っ張ってきて、うん、引っ張ってから考えましょう。これはねさすがにこれで処理、まあ、ザップ来てももうですよ。いやー安心感すごいなこれ。だからスパーキーマジで確か当初からというか当時、うん、このデッキがミラーで入った当時もちょっとスパーキーきつかったような気はするけど、やっぱ嘘だ。なぜならミラーカードがあったから、気をつけ出せば OK だったもんね。だスパーキーに気をつけ合わせるサイクル作んねえとダメだな。でトリトン回収のマザネク豚ブーブー作戦に行くしかねえ。ギャングで処理してからの、あーなるほどね、まあ、ザッピーセパレートか。これセパレート大作戦みたいなデッキしてんな。はい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 、ちょっと行きたいよねこれ。ファイボ、まあファイボか。ウォールブレイカーセパくんのかなーっていう。はい、ファイボ使った、行くでこれは。さあどっち止める。あーなるほどね、インフェ、あーしかも13レベル、シビーなそのインフェ。なるほどね、ドリルボールブレーカーですか。まあ矢の飴をうまく防衛に使わないといけないなっていうのと、インフェがやばいなこれ。どうしよう、インフェどうしようか。キョスケがねマジでインフェのカモなんで、まあ、ゴーストはまず温存したいよね、ドリグに。まあ2倍3倍までちょっと耐えないとダメそうだなこれ。ボンバー、はい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 、まあこれはうん、もう普通に処理させて、あーここでの逆サイゴースト単体とか結構刺さりそうだけど、まあ一旦これでね守ってあげて、ファイボが来ると。いやただインフェなんだよなこれ。いやーどうしよっかな。まあキョスケで受けます。まあロイホグ出すでしょ。ザッピーでマジで頑張ってほしいんだけど、まあそれも無理そうな話ですよ。なんならめっちゃいい感じに持ってかれそうだからな。まあロイホグセパかな、インフェに対して。ギャングもとりあえず添えとこう。これ相手ウッドがねえんか、いいかい。ギャング強いですこれ、このマッチアップは。ザッピー、はい、耐えなきゃねー。いやーどうしようこれマジ、インフェが硬すぎてやべえなー。とりあえずゴーストもこれ一発入るなー。はい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 、いいよこれは結構受けれそう。いやただマジインフェがやべえ。かろうじてマザネクの豚が頑張ってるけどマジでね見えねえこれ。どうしよう、ファイボ来る、一か八かの、
で、矢の飴をここら辺に打って、頑張れ作戦。いや、マジで。あ、きつすぎるってこれ。やばい。マジできつい。入る気しねえもんな。ファイボで終わりか。いやー、ワンチャン合いそうだったけど、まあ、ミラーが入ってねえとこういう対面負けるんだなって感じ。インフェ吐くほどきちいな。まあ狙うとしたら2倍か3倍からっていう感じだね。まあこのデッキ死ぬほど見るってわけじゃないからね、あくまでこのパズルロイヤルのおまけで使うぐらいの感じではあるんだけど、ちょっと死ぬほど見ない理由がちょっと分かった気がした今。さあよろしく。そう、ただやっぱカウンターとかね、気持ちよく組めた時がマジ強いからな。ゴーストからいきますか。あー、メガナイトか。メガナイトボールブレーカーとかかな。メガナイト枯渇ですか、それとも。うん、なるほど。まあ受けて、インドラがいるかどうか。まあこれとりあえずつけとこう。なんか俺のなんかあれ上いるんだよな、インドラが。今回はいないと。はいはい、爆弾飛んで、せいせいせいと。ポイズンね。だからメガナイト切った後とかに雷北流せば、まあ矢の雨で縦線吹っ飛ばして入るといったところですね。まあ、もう一回ゴーストから、いや、これ待ってねえな、メガナイト。待ったっけ？あ、なあ。おい、酔っとんのか？酔っ払っとる俺さとは。これでちょっとごまかしの受け、まあ取りといえば何とでもなるだな、あいつは。メガナイトは飛ばした瞬間思い返せば、相手しっかりホグとかポイズンとかいっぱい使ってたの、エレキ立てせんでしょ。回りすぎてるわ。あ、ホグ食っかな。はい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 、ゴルナイか。なるほどね。ゴースト出して、とりあえず、うん、届いてる、いいですね。これ届いてるのあちいな。キョスケ届いたら基本やっぱ試合終わるからな。相手ギャングめっちゃきつそうじゃない。あー、これはタイミングかぶっちゃったね。全部まで来たわ、ゴルナイが。いやー、無事相手がホグ出して攻めてくんねえとな。まあマザネク出して、トリトン、うん、まあこれでね、まあちょっといろいろ使わせてからのみたいな。ザップで起動リセットされるかどうか。まあでもこれは刺さったろう。この矢の飴が多分マジ強い。でこっちにもこれつけといて、
GG ですね。オッケー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 。このなんかあれか、両サイ振った時のギャング追加が強いんだな。